いつもご視聴いただきありがとうございます。赤ゴリです。お作り。さあ今回はバトルバスの中に入るバスガイドになりたい人必見をお送りいたします。その他にも気になる検証盛りだくさんの内容となっています。面白かったらぜひ高評価お願いします。お願いします。さあそれでは参りましょう。検証スタートです。まずはそれぞれのスコープ倍率を比べてほしい。 MK7 バーストライフル、サーマルライフルを比べてみる。結果はスコープ倍率は同じ。お次は飛行船内部の骨組みの鉄が美味しいらしい。この鉄一枠で20前後取れる。しかもよく見ると飛行船内部に結構ある。結果は美味しい。飛行船の中ってあんまり資材が取れないと思ってたのでこれは嬉しいですね。ちなみに骨組みだけで900集まった。あとシナプスにあるこの台形も鉄が美味しい。一つ壊すと35前後手に入る。これがいくつもあるので資材収集に役立ててください。お次、飛行船や壊れない場所でのジャベリンは有効らしい。これは有効。これいいですね。今は愛用でやってますが敵にもかなり有効だと思います。ただし自爆には注意。続いて天空の車はロックオンできるのか。ロックオンできる。地中に埋まってる車にもミサイルは当たる。さっきの逆で天空から地上の車は録音できるのか。これも録音できる。お次はバトルバスのカウキャッチャーは壊せるらしい。結果は壊せる。直せる。じゃあカウキャッチャーがない場合建物は壊せるのか。あまり変わりない気がする。じゃあ敵へのダメージはどうか。まずはカウキャッチャーあり。これは101ダメ。続いてカウキャッチャーなし。あら102ダメ。結果はあまり変わらない。続いてカウキャッチャーボックスのどこに投げれば有効なのか。
やっぱり角かな。さあ今回のサムネ、バトルバスの中に入る方法いきましょう。まずは一つ目のやり方、窓ガラスを割る。運転してもらってこのまま建物を壊してもらう。これで簡単に中に入れる。バスガイド気分。さあ2つ目のやり方、これは一人でできる。壊れない壁と平行にバスをギリギリに停車、あとは降りるだけ。続いてバスの運転手アングルのやり方、さっきよりも少し隙間を空けて停車、何度か乗り降りをする。これでバスの運転手アングル、ぜひやってみてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな検証してほしいがありましたら、コメント欄または他の人に見られたくないって人は概要欄のコメントフォームからお願いします。以上、若栗でした。バイバイ。おつぐり。